D トラッカーとは、川崎重工業モーターサイクルエンジンカンパニーが製造を販売しているスーパーモータードタイプのオートバイである。D トラッカー D トラッカーは1998年に発売された。同社のデュアルパーパスである KLX250 の派生車種としてハンドル形状を変更し、前後ホイールを17インチに換装するとともに、 オンロードタイプのタイヤを装着させたもので、同社の KSR シリーズを大型化させたような位置づけであった。発売当時において、このオートバイはスーパーバイカーズという一般的に浸透していなかった分類であったものの、その後この車両のスタイルが日本国外でスーパーモタードとして確立されたことから、次第に日本での先駆的存在として評価されるようになり、 販売が継続されマイナーチェンジも行われた。2004年モデルからは、KLX250 同様に、川崎モータースエンタープライズへ生産が移管されたが、同時に、コーリンリムの幅が広げられている。また、2002年に、川崎重工業は、スズキと、相互販売に関する業務提携を行ったことから、D トラッカーは 250SB としてスズキからも発売され、 後に提携が解消されるまで販売され続けた。D トラッカー X2008 年にフルモデルチェンジを受け、社名は D トラッカーに変更された。車体は同時にモデルチェンジを受けた KLX250 をベースとしつつ、ホイールだけでなく、サスペンションやブレーキにも専用のセッティングが施されており、よりオンロードでのライディングを重視した仕上がりとなっている。また、 燃料系やタコメーターもついた。北米及びオーストラリアでは KLX250SF の社名で発売されており、キャブレター仕様エンジンなど現地向けの変更がされている。2016年に発表されたファイナルエディションをもって日本向け仕様の生産は終了となる。D トラッカー 125D トラッカー125は2009年10月31日に発表され、 12月15日より発売された。日本メーカーの国内向け 125CC エンジン搭載の MT 車としては1998年の鈴木マローダー125以来11年ぶりの発売となった。同時発売の姉妹車である KLX125 ベースとしており、モタードスタイルへの変更を受けて250同様に倒立サスペンションを装備し、 前後ホイールを14インチに換装しており、かつて販売されていたミニモタード KSR110 の後継車種にあたる位置づけになっている。その他、フューエルインジェクションを搭載する4ストロークサイチェシーにバルブクーレータン機等のエンジンなどは、ほぼ、KLX と共通である。なお、日本向け仕様は2016年にラインアップから外されている。東南アジア仕様として、 D トラッカー150も発表されており、当初はエンジンを KLX150 シリーズのものに換装したモデルだったが、その後のモデルチェンジでホイールも X 同様に前後17インチへ換装されている。鈴木 250SB に関するカテゴリー、ありがとうございます。